今日アレンジをさせていただいたんですけど、今回はちょっとあえてタイトめに結んでる結び目三つ編みに、紐リボンちょっときつめにつけてるんですけど、あえてこっちはあんまり遅れ毛とか引き出したり緩い感じっていうのは出さずに、顔周りその前であえて緩い感じ抜け感をちょっと出していて、それでアンバランス感がちょっとあえてあざと可愛いところのポイントになるかなっていうので、今日アレンジを作らせていただいてます。はい、ヘアカラーに関しては、色味はアプリコットベージュ系にしてあります。やっぱり透明感というものを意識していて、こうやってアレンジした時にも髪の毛の明るければやっぱりアレンジしたところの見え方ってやっぱり動きが見えやすいんですけど、やっぱりそのために今回透明感というものを出すことによってアレンジしたところっていうのがより映えて見えるかなと思ってます。で、色味に関してもサイドを強くすればするほどやっぱ深くはなっちゃうんですけれども、そこをベージュ感とうまく合わせて柔らかさであり透け感というところを残したカラーにしてあります。